っしょ。こんばんは。帰ってきたよ。どうしようかな、 BGM。 なんか新しいギフトいただいたの。ありがとうございます。ありがとう。ちょっとつなげろね。よいしょ。よいしょ。なんか鳴田さん1番ありがとうございます。お台場、あめっちゃ綺麗やったよ。あれ今日じゃないんやけど、あのこないだ、あれ何載せた、あバーベキューの写真載せた時と同じ日に行ってて、で夜ね連れてってもらったんですけど、めちゃくちゃ綺麗だった。あのなんかあれあれ、なんか全部が一望できるような場所だったね。ほんとレインボーブリッジも見れて、景色も綺麗だった。めちゃくちゃ本当に。大将さん、みなとみらい、あそこもね、そう綺麗だよってね教えてもらったから行きたいんですよね。めっちゃみなとみらい。猫さん、おばばさん、なりたま、あそっか明日からソロライブ一般発売、そっか、ありがとうございます。なりたま明日というか12時からか、このあと一般があんまり多くないみたいで、なのでもし行こうかなって考えてくれてる方はお早めに撮ってくれたら嬉しいです。待ってます。よいしょ。ジージ大工さん、よいしょ。ユッキーさん、アリスさん、キリンさん、グッチ、フジモンさん、アマトーさん、お疲れ様です。ロボリンさん、カンちゃん、カルビさん、虹色さん、今夜もありがとう。ありがとうございます。お、ノブさん、それ金魚じゃん。カノンさんも金魚、ありがとう。かわいい。お、泳いでる。すごい。しんいち、お猿さん、豆柴さん、たーさん、パゲアンさん、やっくん、おしつりさん、たくさん、ありがとう。のぶさん、金魚、ありがとう、金魚。あんちゃんさん、HK さん。あ、そうやね。みんなが体操服って言ってた服ですね、今日。今日さ、夜ご飯、夜ご飯ね、6年4組っていうね、の給食のご飯屋さんみたいなとこに連れてってもらって、でそこに行くって言うからさ、あれじゃあそれにちなんかちなんだ服の方がいいかと思ってこれ着てったのよ今日。なんかみんなが体操服って言うからさ、もうじゃあ体操服に見えんのかなと思ってこれ着ていったわけよ。その6年4組っていうご飯屋さん、ほんとすごくて、メニュー表もなんか出席簿みたいなメニュー表で、出てくるお皿も銀のお皿で、給食ので、駄菓子食べ放題なんですよ。駄菓子いっぱい置いてあって、カゴ持って取りに行くんだけど、なんかすごかったよ。また写真載せるね、ツイッターに。あ、カノンさん、星のキラキラ、ありがとうございます。ゾウさん、いらっしゃい。ノブさん、キュイーンさん、バンクーバーさん、ナオさん、カッキーさん、ありがとうございます。ロッピーさん、なんか恥ずかしくなってくるな、それ体操服配信ですねって。めちゃくちゃ普通に T シャツなんやけど。
高星ハートさん、みひろさん、ありがとうございます。おかきさん、ありがとうございます。萩原さん、体操服じゃないよ。後ろもね、これこんな感じで可愛いよ、めっちゃハワイアン。結構長めですね、これ。今日はラムネ、あ、そうそう、で、その今日食べに行った場所でラムネ飲んで、久しぶりにそれを書きました。ラムネちゃん、ラムネちゃんです。ローマ字のマサさん、ひでゆきさん、トゲワンガンさん、あ、確かに1週間、もう金曜日終わっちゃったんだね、早っ。ほんとだね。のりたま、あ、なにそれ花火かな、緑のやつ、ありがとう。カタカナのカズさん、こんばんは、ありがとうございます。スコールさん、こんばんは。マダオさん、ありがとうございます。しんいちもの星、ありがとうございます。ユッキーさん、プチ、ありがとう、ありがとうございます。ジャッキーさん、はじめましてかな、ありがとう。ストリートくんにロボさん、ありがとうございます。大将さん、プチ、ありがとう。ツイートに載せたけど、昨日お店でパクチーたっぷりガパオライス作りました。パクチーたっぷり、あ、気になるな、それ。メニューとして置いてたってこと？この世界さん、お疲れ様です。さとしさん、ありがとう。夜のお台場より綺麗、それ相当綺麗よ、さとしさん、ありがとう。ブーちゃんさん、キング翼さん、コエポンさん、明日は勝負の日？勝負の日？そうなの？あ、一般のやつかな。そう、一般がね、多くないのよ、猫さん。そうなの、多分なんだけど。ポップマスターさん、野菜炒めさん、ありがとうございます。体に気をつけてファイティーンって。ジローちゃんさん、エイジさん、ありがとうございます。パギアンさん、あ、あの金魚、ありがとうございます。あら、嬉しい。ムラピーさん、こんばんは、ありがとうございます。ピコロさん、こんばんは、ありがとうございます。そうなの、ヤマピー、一般多くないと思う。あの、その時聞いてた時は多くないかもです。ケイハチさん、ヒデマスさん、ありがとうございます。あ、ムーちゃん、なんか黄色い、え、花火かな、ありがとう。ストリートくん、金魚、ありがとうございます。ラムネちゃん、なんかワイに似てる、のりたま、これ。ようちゃん、お疲れ様です。あ、ポップマスターさん、ご退院おめでとうございます。よかった、退院。流星さん、こんばんは、ありがとうございます。三等賞さん、ありがとうございます。給食みたいな店、そうそう、ターさん、あの、教えてくれて行ってきました。あきらさん、こんばんは。ミミックさん、ありがとうございます。服間違えられないように6年4組だけなって書いて、いや、もっと間違えられるんやけどあ、というか店員さんにもね、なんか、それ体操服じゃなかったんだって言われました
そんぐらいあれなんだね。その時はもうさ、服全部見えてたからさ、なんか後ろもめっちゃ描いてるし、でも絶対体操服じゃないないよって思ったんですけど、体操服かと思ったってめっちゃフレンドリーに店員さんに言ってもらいました。フジモンさん、セミありがとうございます。ラムネ怒ってるみたい。あ、そう、この後ろのラムネ、きなこいさん、おみしばさん、ポチありがとうございます。あ、大将くん、大将くん、お大事に、元気になって、元気になってねって、本当にひなえる、ファイトやで。俺の小学校3組までしかなかった。あ、本当、私もそれくらいだったかな、多分。小学校の時、中学校から急に増えてね、高校の時は A から J までクラスがあったか、HIJK、 あ、 J までクラスがあったから、 A からABCDEFGHIJ、 おー、10組ありました、高校生の時。急に増えた。大勝さん、カウントありがとう。あ、ブレイブさん、揚げパン、揚げパン売ってたよ。ミルメイクもあったな、すごいな。給食当番、小中の時はどんな思い出がありますか。わしは中学時代、残った牛乳飲んでた。みんなが残してたやつ飲んでたってこと。なんか思い出あるかな、私。もう相当人がびっくりするぐらい食べてたことしか思い出せない。通信簿にもそれ書かれてて、びっくりするほど食べるって書かれてて、もうそれ、あと早くて多いんですよ、食べる量が。だから本当に好き嫌いもあまりなくて、魚介系がちょっと苦手だったんだけど、それ以外は本当全部何でも食べれたから、なんか本当に友達とか食べてって言われて食べる係で、ついにはあの、このみんなが配る大きい、もう大皿ごと持ってきて自分の席に継ぎながら食べてみたいな、それぐらい思い出。あ、でも中学からそんなことはしてなくて、小学生までだね、やってたの。じゃ恥ずかしいよね、中学校の時。ちょっとね、友達もそれでできんだったら嫌やなと思って、3年間しかないからさ、中学校って。おさぴーさん、かわいい10個ありがとうございます。銀のお皿の給食はおひな時代にはなかったよね。ありましたよ、途中から銀じゃなくなったかな、私は。小学生の時は、あ、でも 5年生とか4年生とかには変わったかな、もうそれまで銀だった。リールスザクさん、カウントありがとう。レイさん、ありがとうございます。スコールさん、プチありがとうございます。涼しいかね。いや、私今日めっちゃ暑っと思いながら帰ってきたんやけど、涼しくなったかな。あれ、コロボサイですか。お、すみません、今日は涼しく、とても過ごしやすかったなりよって。確かに、なんか昼間ね、土砂降りの雨が降っちゃって、めちゃくちゃ降ってたんですけど、その後すぐ止んで、ゲリラ豪雨みたいなのが来てたんだよね。タマさん、こんばんは、ありがとうございます。お、ポップマスターさん、6年2組だったの。私6年1組だ。あ、バンクマーさん、ご飯作りながら、食べながら、飲みながら、ゆっくり。ノブさん、あの黄色い花火ありがとうございます。新一、カウントありがとうございます。
その給食の店でラムネ飲んだ。そうそう、写真皆さん見てくれますか。ちょっとラジオに切り替えます。どれにしようかな。あ、でもなんかちょっと分かりにくいかも。なんか縦画面だからさなんかめっちゃ顔のドアップなんだけど。ね、あ、めっちゃ可愛いさ、めっちゃ可愛い、なんかわかめご飯頼んだんだけど、私わかめご飯頼んだんだけど、ちょっと顔が全部映らないわ、ごめんよ。わかめご飯だけでいい、とりあえず。はい、わかめご飯なんかまさかこんな感じでわかめご飯出てくると思わなくて、めっちゃ可愛いと思って。太郎くん、緑の花火ありがとうございます。ドナルドさん、セミありがとう。ここまで読んだかな。おかむさん、ラムネちゃんこんばんはって。のいちさん、いらっしゃい、ありがとう。さかぴーさん、あ、待って、耳をすませばやってるの今。ドナルドさん、セミありがとうございます。太郎くん、プチありがとう。あら、むーちゃん、サイコメこんばんは、ありがとう。お、86さん、あやかさんインスタ配信されとったんや。そうかそうか。私は花からさん、86さん、カタカナのカニさん、いらっしゃい。あとはね、あとはまた載せようかな。うん、また載せますね。うん、お、オキーさん、時差のある海外の友人とテレビ電話、すごっ。行ってらっしゃい、11時からもうちょっとだね。行ってらっしゃい。大将さん、セミありがとう。もうすぐ小学生になるレオに、ひなおちゃんから鮭以外のおにぎりも美味しいよって言ってあげてください。かわいい。え、美味しいよ本当に、レオくん。私の一番好きなおにぎりはね、塩おにぎりが一番好きだから2番目は、うーん、梅だね。梅のおにぎりはね、の白米にいいアクセントがついて、え、難しいか、アクセントって、いいマッチしてるのよ、梅マッチングよ、梅マッチング、美味しいよ。梅もちょっと酸っぱいけど、そこがいいんだよ。かっこいいよ、食べれたら。どこまで読めたかな。ひろくん、おかえりなさい、お仕事から。マリンチョさん、いらっしゃい。マサさん、いいね、ポンジュース。若いさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、明日の東京曇りのち晴れ。お、コロボ、雨降らないのよかった。おじちゃんおばあちゃんこんばんはなりって。マサさん、そうなの。6年頃一クラスなので、卒業までずっと全員一緒だったんだ。1年生からずっと一緒だったの。それさ、卒業式とか絶対泣くやん。バリンチョさん、プチありがとう。ひでゆきさん、フルありがとうございます。ごいごいごい。君の名前を呼ぶ僕の声、夕焼け空に溶かして、夜が見えるのを待っている。
森さんプチありがとうございます。動画アップしてた髪の毛そこそこ伸びてるワイが見られるからよろしく、よろしければ見てみてって。あ、ぬくもりカフェの、見てみたい。ぬくもりカフェさん YouTube アップしてるの。あ、あやかさん来てくださってる、ありがとうございます。配信終わりに。最近あやかさんやメンバーの皆さんには会えてますか？メンバーはほのぴは1週間ぐらい前かな、ほのぴが1週間ぐらい前に会って、はるぽんも2週間ぐらい前に会ったかな、もうちょっと前だったかな。あやかさんはあやかさんが一番直近かもしれないあの南海放送でお会いしたから、こないだ愛媛帰ってた時に会いましたね。あやかさんみんな会ってますね。むーちゃんセミありがとうございます。竹山めいちさんありがとう。みちゃわさんありがとう。けいすけふるありがとうございます。ペキポン毎日ペキポン言わしてもろて。けんすけえいじさんセミ2週ありがとう、ありがとうね。いなっちさんいらっしゃい。かりたんカウントありがとう、ありがとう。小説家さんいらっしゃい。あ、セミもありがとうございます。小説家さん竹山めいちさんカウントありがとう。カウントちょっと BGM 変えようかな、なんかいいやつないかな。早食いの人は大食いになりがちよねって。早く食べてしまうとお腹になんか溜まった感覚がなくてどん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 食べてしまうのはある、確かに。カニさんプチありがとうございます。そうなのよ、小説家さん魚介ね、小さい時、まあ高校生になるまでは結構苦手だった魚。イカとかタコはね、うん、食べれたんだけど。真帆さんはじめましてありがとうございます。通信簿に書かれるってめっちゃ食べてたのね。そうよ、6年1組のギャルソンねって書かれてた先生にめっちゃおもろない。のぶさんフルありがとうございます。ぐい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 、ありがとう。ソフト麺置いてなかったって。あ、冷凍みかんを食べてた、めっちゃ好きだった。ソフト麺ってなんだ。あとさ、絶対愛媛にしかないと思うんだけど、あの給食でみかんパンとみかんご飯が出てたんですけど、みんな出てましたか、みかんご飯。そうなの。それもね、月に1回以上出てて、私はどっちも苦手だったんだけど、みかんパンとみかんご飯、好きな人はめっちゃ好きだったみたい。のぶさんフルありがとう。今日ものぶさん、はい、おっとっとフルだぜだって鼻からさありがとう。おっとっとフジモンさんグッチフルありがとうございます。こいこいこい、ひろくんプチありがとう。その T シャツ見せてくれない？いいですよ、よいしょ。この前はそんなにですね、このワンポイントって感じです。後ろがちょっと可愛い感じですね、まあ、全体的にちょっと長いですね、うん、長めです。お、ぬくもりさんセミありがとう。あ、これから帰宅気をつけてな。
つけてね。アントワーヌさん、地元小中9年間一組同じメンバー、それはやばい、マジか。え、じゃあ高校行ったらさ、みんなめっちゃバラバラになっちゃうんじゃないの。それ若いさん、プチジージーフル、ありがとう。グイグイ、おばばさんもフルだ、グイグイ、ありがとう。キリンさん2周、ありがとうございます。給食でポンジュース、あ、そうだね、ポンジュースも毎週金曜日に出てたな、私。毎週に2回ぐらい出てたっけな。そうよ、86さん、もう止まらないよね、私食欲。給食でかいの抱えて食べてたらやばいよね、ほんと。でもその時はそれがね、一番の幸せだったよね。早くお昼にならんかなって、毎時間毎時間思いよった。ふうりんさん、いらっしゃい。わかめご飯は誰が作ったの？私が作ったの。いいね、懐かしい、久しぶりに言うたな。わかめご飯夏い、夏いね、私も夏いと思って頼んでしもたね。なんでカナダの国旗なんやろね。しかも私がもう一個頼んでたクリームコロッケにもカナダのあの旗刺さってて他の商品はね、あと刺さってないのよ。私が頼んだやつだけ全部カナダの旗刺さってたんだよ。なんかたまたま。ピルクルフル、ありがとうございます。ごいごいごい。タクヤスターさん、こんばんは、ありがとうございます。ローマ字のマサさん、フル、ありがとうございます。今日もごいごい。もうちょっと元気なやつがいいな。やばい、もう最近このこういうもうゆったりしたやつ流しすぎてそれしか出てこん。あ、これにしよう。教室に給食を運ぶ途中に鍋をひっくり返して、あ、あったあった。いや、私はなかったけど何回も見たその光景ね。他のクラスに少しずつ分けてもらいにとかあったよね。私も他のクラスから来られたこともあった。新一フル、ありがとうございます。ごい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 。あら、なっこさん、ファイト、麻雀大会なの明日。まみしぼうさん、セミ、ありがとうございます。運動会のお昼休憩に見える酒のやつ。そう、あの店の雰囲気もめっちゃ学校だからね、すごかった、懐かしかったよ。ひとみさん、いらっしゃい。坊ちゃんスタジアムで東京六大学野球オールスターゲーム、あ、え、明日？そうなんですか？え、またオールスターですか？え、すごい、坊ちゃん。ひなほちゃんのランドセルは何色だったの？私は赤です。無難に。でもなんかすごいね、いいランドセル買ってもらってて、すごいね、背負いやすかったよ、あのランドセル。なんかふわふわしてた。アクテージ武田さん、ありがとうございます。高徳さん、ありがとう、こんばんは。
明太子野沢菜美味しいよね。わかる。いや塩むすびしか勝たんのよな。でもツナマヨも好き。あ、わかる。ツナマヨも好きです。豆しょうわさんフルありがとうございます。大将さんに何劇のトルネードひなびんた、どういうこと劇って。あれゴマフさん一緒ですか。塩に梅。大将さんかんちゃんフルありがとう。今日もグイグイグイ。ひなほちゃんは出先でスマホの充電が何パーになったら焦りますか。自分はよく0パーに。え、本当ですか。ゼロってめちゃくちゃ不安にならないですか大将さん。でも私も 10% 切ったらやばいやばいってなるかも。なかなかいつもね満タンでお家出るから全部なくなって帰るっていうのはあんまないんですけど、あと最近はモバイルバッテリーも一緒に持って行ってて、あんまね焦ることないかも最近。よっちさんこんばんは。もーちゃんカルビさんフルありがとう。今日もありがとうございます。たくさんもフルありがとうございます。グイグイグイありがちょー。たけしさんありがとう。カタカナのたけしさんだよね。お、いいね。ドワーフさんネクタースパークリング美味しそうじゃないか。いらっしゃい。ハルポンと配信やるみたいな話ありましたよね。うん、それもう終わったよ。私のお墓の前で泣いてください。それあれやない、私のやつやん。もうね8月の序盤ぐらいでねちょびっと手の出演してくれたハルポン。まさみゆらさんいらっしゃい。カッキーさんユッキーさんフルありがとう。ごい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 。海の声。空の声が聞きたくて、風の声に耳すませ。海の声が知りたくて。メンバーさんがお元気そうで何よりです。うん、みんな元気に頑張ってる。村上さんいらっしゃい。ありがとうございます。もーちゃん今日もありがとう。いってらっしゃい。インスタのストーリーでマシュマロ持って、あの滝山の公式の方ね、インスタのストーリー上がってましたね。あれ何話しよったんやろな。でマシュマロ焼いてる時に動画撮ってもらってた。まー、あ、ちゃんくにちゃんさんいらっしゃい。ジブリに似てる BGM。 嘘、今ラジオのハッシュタグ、あ、いつもあれで見てたわ。自分のあの名前で検索してたな、いつもそのラジオの感想を書いてくれてる人の。本当だね、リンシャン解放のハッシュタグで見ていいねすればよかった。それ見れとらんわ。してくれてる方いるかもしれないのに。大工さんカウントとフルありがとうございます。ありがとう。退院できたポップさんに、あ、よしんこおめでとうございます。本当にさとしさんいってらっしゃい。おやすみ。今日もありがとう。みかんご飯初めて聞きました。あ、そう、本当ですか。武田さんテレビで紹介してた。あ、本当。おばばさん
そう、なんか他の地域にはないみたいでね。ないですかね、みかんご飯。そう、あやかさん、みかんパンとみかんご飯があったんですよ。みかんご飯はたまにしか出てこなかったんやけど、みかんパンは本当にちょくちょく出てきよった。あ、お猿さん、そうなんだ。私の時代はまだなかったです。そうで、シュムコップさん、あ、お疲れ様です。今日もありがとう。クラッシャーのぶさん、サイさん、ありがとうございます。おお、マサさんもひなほちゃんたちから初めて聞いたよって。みかんごはん、あ、グリーンピースご飯出てたよね。残してたの。私グリーンピースご飯大好きなんだけど。まみしばさん、カウントありがとう。あ、道後にあるよね、みかんおにぎり。あれとね、あ、多分同じ味だと思う。みかんおにぎりまだ食べたことなくて、道後の食べないとだ。え、高徳さんとこも和歌山だけどみかんご飯ありましたよ、だって。マジか。でもみかんって和歌山が生産1位なんよね。すごいよね。ドナルドさん、フル、ありがとうございます。ありがとう、よしんこまで。ロビーズさん、こんばんは。フル、ありがとうございます。ごいごいごい。あ、どうもありがとう。プリントのついた体操服で、ね、みんな意地でも体操服やん、これ。ノブさん、ガッツさん、いらっしゃい。あやかちゃんさん、ありがとう。やばい、ちょっとギフト読ませてもらいますね。ひらさん、緑の花火。おばばさんも10個いただいてる、ありがとう。緑のスポン。フジモンさん、黄色のかわいい花火。ひらさん、線香花火か。大将さん、ありがとう。若井さん、金魚、ありがとうございます。のぶさん、なんか黄色い星のシャワー、ありがとうございます。たくさん。おひつりさん、バラ、ありがとう。ひでゆきさん、音符に流れ星、ありがとうございます。かっきーさんも金魚、ありがとうございます。金魚。あやかさん、線香花火、あら、いただいて。おかきさん、小判。虹色さん、ハート、ありがとうございます。カノンさん、ダルマレンジャー。でアントワヌさん、黄色い星、ありがとうございます。ワンガンさん、太鼓の奥間いただいてる。うわー、ラムネちゃんだから女の子にしちゃったんだよな、この子。どんな子にしようかな。ワンガンさん、太鼓の奥間、ありがとう。シュポッ、ありがとう、本当に。若井さん、赤い金魚、ありがとうございます。虹色さん、黄色いお星、ありがとう。あー、すごい、若井さんめっちゃ金魚いただいてる、ありがとうございます。ひでゆきさんに、おさっぴーさん、音符。太郎くん、ハート。かっきーさん、黄色い星、ありがとう。わー、すごい。アントワンヌさんも金魚、ありがとう。若井さん、たくさんありがとう、本当に。りゅうさん、なおさん、にいさんさん、黄色いお星のふわーのやつ、ありがとう。ロッピーさんに、なおさん、にいさんさん、赤い金魚、ありがとうございます。宗隆さんも黄色いしぽお星、やっくんだるまレンジャーコティ、しょうさんも黄色いお星に緑のお星も、ありがとうございます。
キンちゃんさんいらっしゃい。ベクポワさんありがとうございます。あやかちゃんさんありがとう。あ、小説家さんもフルだ、ありがとう。フルごい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 、ありがとうございます。あまとうさん、セミありがとうございます。カウントと、え、マジ窓マギ見終わりました。3週間窓かマジかと思いましたって、はあ、ねえ、いや懐かしい、その話。わあ、わかる、それ思ったの。え、でも本当にいいよね、窓マギって。世界観もすごい素敵だし。そっか、見終わったのか、早い。子供の頃、愛媛の学校では水飲み場からポンジュース出るって本当に信じてた。え、私もそうなのよ。なんかみんながさ、愛媛は蛇口からポンジュース出るって言っててさ、で、私の学校はないけど、他の学校とか、なんか他のなんかお店とかにはあるんだと思ってた。ハムちゃん、セミありがとう、こんばんはと、ありがとうございます。うい、シャハク、お疲れ様です。お仕事ファイト。先割れスプーン知ってる、なんか桜みたいになってるやつでしょ。おばばさん、サカピーさん、フル、ありがとう。ごいごい。給食のメニューで好きなのは、なんだろう、なんでも好きだけど、肉じゃがパンだったら米粉パンが好きだった。マサさん、プチありがとうございます。お仕事お疲れ様です。明日も頑張ってね。よしんか、ファイター。カナダ人やと思われたそれはないやろキリンさん、フルフル、ありがとう。ごいごい、ありがとうございます。ベクポワさんいらっしゃい。テラキさん、通りすがれの初見さん、ありがとうございます。はじめまして、ありがとう。ムラピーさん、フル、ありがとうございます。ごいごい。今日は国際犬の日だそうです。ひなパンチでマミシバちゃんを世界旅行へ。マミちゃんをひなパンチ、国際犬、そうなんだ、そんな日があるんだ。ワンガンさん、セミありがとうございます。お台場に何ミュージアムなるものがありまして、なんだろう。あ、エスペランシャさん、でも私も出てたで、栗ご飯、栗ご飯出てた。え、そこでも本番の栗ご飯ってこと。ショウさん、こんばんは、ありがとうございます。虹色さん、お風呂、ありがとうですわ、ありがとう。ジンさん、こんばんは、ありがとう。ポップマスターさん、ふる、ありがとう。今日もグイグイ。あら、寺木さん、ありがとうございます、嬉しい。コロボウ11時、ありがとう。我が輩は細切りの昆布のな、あ、つくだにだっけそれ、混ぜ込んだおにぎりも好きって。え、昆布、あ、昆布ね、私も好きです。え、何、そう、ちょっといつもと違うやつやろかしら、昆布じゃないのかな、普通の。おやすみ。アリスさん、フル、ありがとうございます。菊花賞の、2着馬アドマイヤジャパンがヨギボーを枕にして気持ちよさそうに寝てるしえ、かわいい。え、そのアドマイヤちゃんがヨギボーを枕にしてるの、え、見てみたいんだけど、その CM。
小学生の頃から赤が好きだったのね。あ、でも大体みんな赤だったから、ランドセル、女の子はみんなと同じ色にしようと思って赤になったから。でもね、その時ピンクとかあのいろんな色ありましたけどね、女の子でも。男の子でも黒か青かいっぱいあったことない？あ、大体でも黒か紺かな、男の子。おさっぴーさん、フルありがとう。今日も給食当番の日は忙しかったけど楽しかったですって。わかる。あの給食のあのお姉さんとこに取りに行くのがめっちゃ楽しみだった。バンクーバーさん、フルありがとうございます。ラブレターフロムカナダ、知らんかなって。え、知らん。え、それ曲やったん？なんか何人かそれ書いてくれとったから、コメントに。なんやろか思ってたんだけど。トッシーシャンさん、ありがとう。ようちゃん、カウントありがとう。帰りにスーパーで買った串に刺さったうずらの卵。あ、わかる。うずらの卵フライ美味しいよね。好きだ、私も。猫さん、コエポンさん、フルありがとうございます。明太子、あ、明太子ね。明太子私も好き。明太子のおにぎりってさ、でもちょっと高いよね、他のやつに比べて。でもなんか食べるわ。なんか明太子とイクラと鮭ってなんか大体なんか一緒におるイメージがある。ブリティッシュマニアックさん、こんばんは、ありがとうございます。コイポンさんは明太子が一番好きなのか。あ、聞けてないぞ。トゲ、青春の影、フルありがとうございます。ごい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 。おにぎりなら焼きたらこ。あ、焼きたらこね。焼きたらこ人気だよね。なんか友達、焼きたらこが一番好きって言ってたけど、あんま私食べたことないから共感できなかったんだよね、焼きたらこ。じゅんやさん、いらっしゃい。きんちゃんさん、ありがとう。ようちゃん、ふるありがとう。ごえごえごえ。君が好き、一番大切な人、ずっとそばにいて、ダメな僕を叱ってよ。今誓うよ、君を守ってゆく。ありがとう。おかか姫さん、ありがとう。今日も寺木さん嬉しい。本当？ね、梅っちさん、いらっしゃい。え、いらっしゃいか、これは。お猿さん、恋空フルチャイム。ありがチャイム。立ちすくむ背中に、さりげなく近づく。手には赤い傘、一緒に帰ろうよ。ありがとう。三等賞さん、フルありがとう。今日もありがとうね。ゴマフさん、プチありがとうございます。通算3回目あのプチ、ありがとう。嬉しいわね。あれ、ジュンヤさん、本当ラムネちゃん良きですか。エスペランスさん、カウントありがとうございます。おお、MJ で現在連敗中って。ファイト連敗中。アントワーヌさん、フルありがとう。今日もグイグイ。給食の楽練牛乳は紙パックでしたか？自分の頃は瓶でした。あ、昔は瓶やったんよね。瓶のさ、牛乳ってめっちゃええよな。なんか何でも飲み物って瓶やと嬉しくない？私紙でした。でも紙だったけど、あの瓶が良かった
でも髪もね、飲みやすい、飲みやすいっていうか、なんかこうシューって飲めるから良かったんですけど、瓶はね、瓶ですごいいいやん。コーラとかも瓶だと嬉しいやん。リュウさん、フルありがとうございます。ぐいぐいぐい。今年の24時間テレビのテーマは会いたい、推しに9月に会えます。あ、そうなんだ。会いたいっていうのがテーマなんだね。え、いつだ24時間テレビ。ありがとう。わてか、リュウさん。それはももさん、おばんです。ありがとうございます。あ、ラジオで竹山つけてくれよったんか、バーメガネさん。そうかそうか、今度からハッシュタグちゃんと見るようにしないかね。やめてよ、ナオさん。前回のオラーっていうところを着メロにしようとしてます。いや、それ恥ずかしいよ。コカズさん、コカズさん、こんばんは、ありがとうございます。角原くんさん、デカちゃん、ありがとうございます。みひろさん、フル、ありがとう。今日もグイグイ、ありがとうございます。レメキンさん、球団代表さん、アニラジさん、エマリンさん、ありがとう。カタカナジュンくんさん、ありがとうございます。カノーさん、奥様、フル、今日もありがとうございます。ダルマレンジャーと、ありがとう。給食にみかんご飯は出ないけど納豆は普通に出てました。納豆、私も出てたよ。納豆美味しいよね。めっちゃ好きだったな。のんびりしたいねさん、いらっしゃい。金魚のギフト面白いね。ね、めちゃ夏って感じでね、綺麗だよね。お、ユッキーさん、食べたことあるのか、みかんおにぎり。あ、ほんと美味しかったよって。やっくん、フル、ありがとう。今日もごいごい。なほちゃんの学校では体操服って言ってた。うちの学校では体育着だった。体操服かな。え、バラバラだったかも。体育着っていう子もいたかも。僕の体操服緑でした。緑だったんだ、ももさん。で、全身緑？私は全身青だったよ。トキキさん、いらっしゃい。うん、ヒロくん、これ2回目だと思う、配信できるの。14分遅れ。え、マジで？やばいな。ちょっとごめんね、のりたま、ありがとう。未来さん、ありがとう。ローマ字の。うりゃさんさん、いらっしゃい。ありがとうございます。なおさん、にささん、ぷーち、ありがとう。今日はやっと予約取れた香川のランチのオプションのプリンが、オプションついてきたってこと？カフェのランチに。すごっ。空港の蛇口じゃなかった。あ、空港あるよね。なんかみかんのなんかタワーみたいな、みかんジュースタワーみたいなあるよね。ゆいさん、こんばんは、ありがとうございます。ムテイさん、パリパリサラダが好きでした。パリパリサラダってなんだ。なんかごぼうの天ぷらみたいな入ってるやつかな。なんかサラダの上にパリパリしたなんか揚げ物みたいな乗ってるやつやったっけ。え、違うかな。おかむさん、フル、ありがとう。今日もごいごい。給食めっちゃ食べたい。そういえば6年の時4組。それは行くしかないじゃん、6年4組。行こう行こう、おかむさん。ゆいさん、ポニテよき、ありがとう。ポニテ。寺木さん、ツイッターフォローありがとうございます。嬉しい。ハラメタル、フル、あり
ありがとう、ごえごえ。サンリオイベントの抽選外れたら腹立つかもしれないからそうだな、当たりますように、ほんまに。ハラメタロ、タケコマ、タケコマエナさん、こんばんは、ありがとうございます。お、ヒロくんタイムリーだね、昆布のおにぎり食べたって。リベロさん、ありがとうございます。ラムネちゃんかわいい、ありがとう、嬉しい。時間やばい。水太郎さん、こんばん、あ、予診効果、ありがとう。ゴーさん、いらっしゃい、ありがとうございます。武藤のランドセル一択だった。武藤、私何だったんだろう。武藤、武藤だったっけ。じゅんやさん、セミ、ありがとうございます。卵のフライといえばさーちゃんのスコッチエッグ、スコッチエッグめっちゃ食べてみたいよ。じゅんやさん、セミ、ありがとうございます。脱脂粉乳は聞いたことあるけど、どんなんかわからない。大工さん、脱脂粉乳が出てたの。ニーハオさん、今日もありがとう。我が輩帰ってきた、おかえりぬくもりさん、森さん、おかえり。ひらがな斉藤さん、いらっしゃい。秋山さん、ほぼフル、ありがとう、ごいごい、ありがとう。ラモネ、タイトラ、ミッションコンプリートするまで can't take my eyes off of you、 君の瞳に恋してるかもっていうか、おまる、シャーレンさん、こんばんは、ありがとうございます。ね、瓶の方が美味しいよね、ほんとに。おお、寺木さん、ありがとう、めっちゃ言うてくれて。ね、瓶いいよねって、ケンスケも。うまいよねってヒロくん。そうなのよ、冬はストーブで温めて飲むんじゃよ。ごめん、飲むよやった、ごめん、勝手にジャってつけちゃった、ビルクル。冬はストーブで温めて飲むって、あの夜間沸かしてるやつみたいなやつかな。だからそのなんか絵は知ってる、そういうのがあるのは。ロボリンさん、セミ、ありがとう。トリちゃんさん、いらっしゃい。トロケルさん、 2.7 周、カウント、ありがとう。今日もコメットさん、ありがとうございます、ありがとう。そっとお風呂、ありがとう。ぬくもりさん、おふ、ありがとうございます。ワンガンさん、フル、ありがとうございます。ごい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 。お、お風呂入ってロンロンやろうとって、やろう、それは私もやれたらやります。カリタン一周、ありがとう。今日もほのうえさん、いらっしゃい、ありがとう。のりたま、めっちゃ告知ありがとうね、今日も。よんなデイさん呼んだ。猫のダヤンさん、ありがとうございます。
30分だ。勝手におじいちゃんか、そうなの、ちょっと勝手におじいちゃんかしてしまって、マサさん、セミありがとう、よしんこしてもろてありがとうございます。ロボリンさん、いらっしゃい、ありがとう。では今日のお供、こちら気になってるんだよ、これ午後の紅茶の美味しい無糖レモンハーブです。美味しい無糖レモンハーブ、カンカン、そう確かにカンカンだわ。ということでこれ飲みたいと思います。ハーブだって気になるね。お供ある方一緒に乾杯。あ、すごい、なんか新しい味が、待ってもう一回飲む。美味しい、これハマる人多いんじゃね、これ結構なんか味的には、レモンの風味がちょっと強いんだけど、けどなんか味は本当にストレートティーって感じで、紅茶って感じなんだけど、風味がめっちゃレモンで、でハーブはこの匂っ、飲む前に香った時にめっちゃハーブの香りがする。飲むとすごいね、飲みやすい、すっきりしてて、あの味的には本当にもう紅茶だけの味がするから、風味がなんか豊かって感じ、美味しい。すごいねこれ、美味しい。無果汁です、皆さん。こちらなんかあのミルクティーの伝わらないよねこれ、ミルクティーのミルク入れてない版ってさ、ただの紅茶やもんね、なんか待って、ミルクティーのミルク入れてないような味がするんよ。あ、なんて伝えたらいいんやろ、なんかそれって普通の紅茶やんって言ったらそれで終わりなんやけど、違うよ、そういうことじゃなくて、ミルクティーのなんかミルク抜いた版みたいな味がする、なんか普通の紅茶ではないよ、ミルクティーみたいな、飲みやすいよ。気になった方はトリマ飲んでみてください。美味しい。ユージさん、いらっしゃい、ごめんちょっとめっちゃゆっくり言っちゃって。ケンスケ、かわいい、ありがとう。おさっぴーさん、サイリウム。リリーさん、ハートありがとうございます。お、ジージー、星のシュポありがとう。ロッピーさん、金魚ありがとうね。コヨポンさん、サイリウム2。ヨウちゃん、結婚して2、ありがとう、ありがとう。音符ありがとう。あ、タクさん、線香花火2、金魚までありがとう、タクさん。おうおう、ナオさん、兄さんさん、あの緑の花火ありがとうございます。おさっぴーさん、あなたはありがとう。終わっちゃった、終わっちゃったよ。ごえもんさん、金魚ありがとう。ピルクル、え、赤いお花火ありがとうございます。シュッポーン、パラパラパラ、ありがとうピルクル、あら嬉しい。ゴエモンさんも緑の花火ありがとうございます。ショウさん、金魚ありがとうね。よし、ではランキング読みいきたいと思います。遅くなりました、ファイティングしようと。今日はThank you.
もありがとうございます。13位カノーさん、ありがとう、ありがとう、壇上ありがとうございます。今日も12位コエポンさん、ありがとう、嬉しい、今日もたくさんありがとうございます。11位ようちゃん、ありがとう、ようちゃん嬉しい、壇上いつも本当にありがとうございます。10位ひでゆきさん、ありがとう、ひでゆきさん今日も京都でありがとう、お疲れしょうです。9位ジージー、ありがとう、ジージー9位です、たくさんありがとう。今日も8位ノブさん、ありがとう、ノブさん8位、たくさんありがとう。ラッキーセブン、ナオさん、ニーサンさん、イエー、今日もありがとう、明日はいい日になるぞい。6位たくさん、ありがとう、たくさんいただいてありがとうございます。6位5位ワンガンボーイさん、今日もありがとう、嬉しい、今日もありがとう。そして4位フィルクル、ありがとう、フィルクル男女いつも本当にありがとうございます。そして3位あぼん、若い領事さん、ありがとう、若いさん3位たくさんありがとう。そして2位あぼん、おさびーさん、いやーありがとう、リーダーいつもたくさんありがとう。そして今日の第1位あぼん、おばばさん、ありがとう、1位ですたくさんありがとうございます、嬉しい。1995名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、ちょっと早めにリクエストタイムをさせてもらって決めて歌いたいと思います。最後一曲歌わせてもらうので、何でもリクエストしてください。リクエストタイム、よーいスタート。お、あんこさん、こんばんは、ありがとうございます。ローマ字のあんこさん。ゆうじさん、カウントありがとう。カントリーロード、いらっしゃい。プリテンダー、ひまわりの約束、蝶々結び、プロローグ、金曜日のおはよう、いいね。やばい、カントリーロードめっちゃ多いけど私歌えないかもしれない。優しい彗星、伸びしろ伸びしろね、伸びしろしかないわ。えい、白いパラソル、な、夏香さん、いらっしゃい。小枯らしの2人、スイートメモリー、オーケストラ、シンクロニシティ、8月の夜、プラネッツ、言い訳メイビー、学園天国、セカンドラブ、インフルエンサー、インフルエンサー、別の人の彼女になったよ、ムーンライト伝説。お、さとしさん、おかえり。ラムのラブソング、レイニーブルー。ナナさん、こんばんは。ナナさん、いい日旅立ち、君を乗せて。白うさぎさん、こんばんは。天使に触れたよ、喝采。決めます。ミックスナッツ、タッチ、手紙、
ロボリンさんフルしてくれたの、ありがとう。クエクエありがとうございます。ただ君に晴れ、あの夢をなぞって、おかえり、うぶ声、オンリーマイレールガン、最後の雨、名残雪。カブトムシ、あーよしそうたくさんリクエストもらっててね、バンドワゴンいいね。おー、あんちゃんさんカウントとフル、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。